イビディマックスは多目的のビデオ編集作業および処理のために設計されたオープンソースプログラムである。イビディマックスは便利さと処理速度を重視し設計されている。様々な形式への変換が可能でフィルタ効果も多数揃えられている。プログラム設計における中核にはスプイダーモンキーを使用。これにより作成中のプロジェクトを プロジェクトファイルとして保存することが可能となっている。Linux、Windows、MacOS で稼働する。カットや結合といった基本的な編集のみなら、再エンコード不要なコピー、または一部のフレームだけ、再エンコードするスマートコピーで出力する選択も可能。動画配信サイトの流星に伴い動画、編集ソフトウェアの使用人口拡大が目立つ。ビ b d マ m ク x は、 オープンソースで設計されていること、プラットフォームが広いこと、比較的簡単に操作でき、サポート形式が豊富であるという3点を合わせ持つため、上記目的でアマチュアがただ使用する。リリーシュズミーン00、イビリマックスに GitHub。GitHub、2021年3月21日へ閲覧。ありがとうございます。